はいどうもキョペイちゃんです、今回ですけども昨日ね太陽シエンマ率いる寿司軍とバトルをしたんですけど、まあね太陽シエンマの圧倒的な強さを見せつけられまして、まあ、ただね今回何か太陽シエンマに対抗できる妖怪はいないかなと考えたところ、まあ、僕はねガチンコ像、これをランク S に上げたガチンコ像なら勝てるんじゃないかなと、まあ、もちろんね太陽シエンマの火の床はあるんですけど、まあ、そこはね正々堂々放置プレイで一切避けずに戦っていきたいなと思います。まあ、僕が使うガチンコ像はこんな感じですね。さあということでこちらが対戦相手となる太陽シエンマですね。まあ、しっかりね、技レベルとかもちゃんと、マックスまで上げてあります。まあ、お互い装備なしで、放置プレイでどっちが勝つのかやっていきたいと思います。これでガチンコ像勝ったらやばいよなということでやっていきましょう。さあということでバトルやっていきましょう。ガチンコ像頑張れ。おっといきなり先生太陽シエンマー、ガチンコ像真ん中のガチンコ像にダメージ半分以上削ったね。煉獄の術きた。さあ左側のガチンコ像足元に火の床ができた。しかし右側太陽シエンマーに170ダメージ、これはでかい。あーでも右側ガチンコ像足元床できちゃったね。あーでもこれとどうだ、おっと右側の太陽シエンマー倒した。ガチンコ像が太陽シエンマー一体倒したぞ。さあ火の床に耐えているガチンコ像、さあどうなるこの展開。おっとこれで真ん中のガチンコ像ミリで耐えている。奇跡奇跡耐えている。おっとこれでこれで真ん中の太陽シエンマも倒した。やばいぞこれ3対1の状況。左側のガチンコ像も火の床に耐えている。しかし真ん中落とされた。さあどうだこれで倒せるか。おっと勝利、ガチンコ像勝利。あの凶悪と言われている太陽シエンマに勝ったね。いやでもこれもしかしたらたまたまっていう可能性もあるからもう一回やっていこう。さあじゃあ2戦目やっていきましょう。さっきはたまたまじゃないことを証明してくれ。おっと今回はガチンコ像先制攻撃、左側の太陽シエンマにダメージ。しかし太陽シエンマはもう左側ガチンコ像に攻撃。うわ今回物理で結構ダメージ与えてくる。右側あ早速火の床ができたね。まあ、しかしちょっと攻撃が分散している太陽シエンマ。さあ左側太陽シエンマ避けられたね。まあ、でもこれで左側の太陽シエンマ倒した。さあ3対2の状況だね。おっとここでガチンコ像右側落とされた。2対2。さあ真ん中またミリで耐えている。粘り強い真ん中のガチンコ像。おここで真ん中の太陽シエンマを落とした。おっとサボったサボった。これはでかいぞこれはでかいぞ。あと一発。あー避けた太陽シエンマ意地で避けたね。おっとここで取り付いた。これは致命的か。これは致命的だな。ガチンコぞやばい2連勝嘘だろマジか。かっこよすぎる。いやかっこいいマジで。やばいわガチンコ像ガチで強い。いやガチでガチンコ像、いやなんかダジャレ見たくなってるけどそんなんじゃないんで勘違いしてないでね。でも本当に強かったね。予想できた人いたかな。いや俺も、まあ、ガチンコ像勝つんじゃないかなと思いつつ、でも結局はやっぱ太陽シエンマ強いんじゃないかなと思ったりもして、まあ、どっちが勝つかなっていう本当に興味本位でやってみたんですけど、まさかの展開で、いやびっくりしましたね。楽しかった。はいということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたらぜひ高評価ボタンを押しててね。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。